マツケンマルシェ。こんにちは、マツケンマルシェにようこそ。今日はですね、ナスのピザ風を作りたいと思います。ナスのピザって、うん、見たこともなんか聞いたこともなかったですけど。ああそう、はい。まあ、ナスってすごく体にいいって最近言われてるので。そうですね、はい、なんか斬新な県産らしい、うん、メニューそうですね。今回ね、うん、はい、まあ、だから小麦粉を使ったピザよりもナスの方がいい。そう、ヘルシーですしね。そうです、そうです。美味しいし。はい。はい、では早速、はい、ソースから作っていきますね。はい、ピザソースですね。はい。はい、で、まずケチャップですね。ケチャップですね。はい。はい、でマヨネーズ。はい。まあ、これもまあ皆さんお好みですよ ね、 すね、加減していただいて、はい、はい、お醤油が入りました。で、はい、で粒マスタードが入りまして、ニンニクです。ニンニク、はい、はい、でこれを混ぜて、まあ、これも香辛料とかお好みで、うん、そうですね、はい、まあ、今できたやつもあるしね。そうですね、はい、今回ナス農家さん、はい、豊橋の石田ナスさんという非常にこう有名なナス農家さんが豊橋にあって、あ、そうですか。そちらのナスを、ええ、使いわせていただく。豊橋のナス、豊橋なんですね。私地元だからね。でなんとですね、ええ、野菜ソムリエサミットっていうのは、はい、あるらしくて、あのソムリエの方が選ぶ野菜のこう良し悪しみたいな、それでなんか銀賞を2回も取っているナス農家さん。あ、そうなんですか。はい、わあ、ルマちゃんそれを使わせる。そうそう、多分だから違うんじゃないかなって、うん、はい、思うんですけれども、はい、なんか糖度をね高めるために、あの栽培方法を工夫されてる。はい、通常ナスってあんまり甘みとかないじゃないですか、うん、で大体糖度4度ぐらいのものが多いらしいんですけど、石田さんのところは6度。え、そんなに甘いんだ。はい、すごい。ということで、まあ、あの銀賞取るのも、うん、そりゃそうだろうね。ね、もうとにかくナスは皮にね、はい、すごい栄養がありますんでね。そうですね、はい、よくね、あの皮取っちゃう人もね、いらっしゃいますけども、そういう料理もね、うん、ありますけどね、皮はやっぱり食べた方が、そうです、そうです、栄養はあるんですね。で、あの硬いとか言いますけど、ね、はい、ね、ちょっとあの筋とか、はい、あ、切れ目を入れて、ね、あ、なるほど。ナス農家の石田さんがですね、やっぱり同郷のケンさんに食べてもらうということで、非常にあのメッセージを送っていただいていて、ちょっとメッセージをちょっとざっくり読み上げたいと思うんですけど、はい、じゃあいきます、はい、同郷のスター松平ケンさんに食べてもらえる機会をいただき大変光栄です。子どもたちの世代が農業に憧れるような農家を目指していきますので、はい、愛知並びに全国の農家が発展していくよう応援してください。これからもますますのご活躍楽しみにしておりますと、石田武弘さんからのメッセージ。あ、そうですか。やっぱ同郷のスターっていうこと。スタースタースターです、いやいや、紛れもなくスターすごく嬉しかったみたいで。ああ、そうですか、はい、はい、使わせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください、これからも、ええ、で美味しいナスを、はい、作り続けて、ナスだけっていうのはやっぱり、ああ、それね、ちゃんと専念してね、はい、はい、で両親の世代から50年、はい、続くナス農家さん。ああ、そうですか、はい、すごいですね、はい、だからまあ極めてらっしゃるっていう。私の芸能生活と一緒だ。あ、本当だ、ね、そうですね、へー、そうですね。てか、まあ、全国に発送してるみたいな。全国からこう注文があって、うん、いや、豊橋のナスって有名なんだね。じゃあ久しぶりに、久しぶりにっていうか、うん、クイズ出していいですか。クイズ、はい、何ですか。
知県のナスの産出額は何位でしょうか、全国何位でしょうか、ナスだけに絞ると。ナスだけ全国何位でしょうか。それだけ有名とかとは1位じゃないですか。またそのラインできました違った。また1位って言われるともなんかもうどうしていいかな。あ、本当、はい、その答えがちょっとあれなんです。6位。あ、そう、頑張ってるね。頑張ってます。これ1位じゃなかったですけどっていうことで、ナスもね、愛知県は、はい、どうですか、触ってみてどうですか。いやすごいパンパンじゃないですか。パンパン、うん、ね、で、トゲがないっていう、トゲなしナスというトゲがないんで、触ってもその先の方まで、はいはい、ヘタを取ることができる、完全にペロって、白くなってるんで、そこが。あ、トゲがあるとやっぱりちょっと切っちゃいますよね、その、うんうん、ここが汁が現れるという、ね、あ、全然トゲがない。そのやっぱりちょっと綺麗に、はい、これが石田さん家の。あ、すごい、こだわり、こだわりで、はい、で、ナスを切りましたね。はい、で、ナスをこうベースにするわけですね、はい、ピザ生地みたいに、はい、そうですね、するわけなので、はい、ではもうちょっとオリーブオイルね、塗らせていただいて、はい、まあ、そうですね、はい、あ、そう、縦に、おお、みずみずしい、わ、いいですね、うん、きれい、きれいですね、うん、なんか緑、グリーンの、そうそう、きれいですね、はい、ちょっと違いますね、うん、ほんま脳でいいんじゃないですか。そう、糖度6度だったらもう、うん、何もつけなくてももしかしたらいけちゃうね、いけちゃうかもしれない、はい、はい、2本ぐらいいりますか。いや、1本で十分でしたね。1本でいけましたね、うん、すごい、すごい、これを、あ、そうですね、はい、はい、ピザソースを、やっぱ豊橋は野菜、あ、そう、有名ですもんね、本当に何でも、うん、やっぱ気候がいいんだよね。気候がいいんですか、うん、ちょうど日本のね、はい、中心地、はいはい、に近いですよね、はい、お料理はなんか、うん、どこで、あ、どこでなんか見たんだね。あ、食べたのではなく見た、はい、いや、食べました、食べました、あ、へえ。イタリアン料理の店ですか。そうかな、うん、うーん、だから、ナス乗ったピザ、あ、上にナスが乗った、そうそうそう、あ、そうか、うん、で、下のだから本当は生地だからいらないんじゃないかと、あ、なるほど、うん、あ、それはあの下にピザ生地が敷いてあったわけですね、うん、あ、今ね、グルテンフリーとか、はいはい、言われてるし、はい、これはヘルシーですね、でも本当に、そうです、はい、もうお好みの野菜でいいですね、そうです、そうです、本当に、あ、なんかいい感じで、うん、綺麗な、綺麗じゃないですか、綺麗ですね、そしてレモン、
チーズを、ね、チーズをお好みでもうこれ好きな人はもう、はい、そうですそうです、ドーンと入れちゃってかなりいきましたね、チーズチーズ好き、まあまあいきましたね、うん、はい、本当はいろんな種類のチーズも混ぜる、ね、ああそうですね、うん、はい、はい、これをですね、ご家庭のまあオーブントースターですね、うん、これに入れて、で220度で13分ぐらいいきましょうか、13分か2分、時間はどこですか、はい、あ、お知らせが来ました、おお、おいいね、おお、本当にピザみたい、わお、おお、美味しそう、すごいすごいですね、これチーズがいい、はい、はい、ナスのピザ風完成、はい、じゃあここから試食はいのコーナーというか、いただきたいと思います、はい、じゃあ早速、本当見た目ピザですね、うん、完全に、ね、はい、よいしょ、チーズがこんがり、ね、はい、本当にこれ本当見た目ピザですね、下にナスがいるとはあんまり、はい、よいしょ、もう、うん、これで大丈夫、はい、ありがとうございます、おお、おお、はい、はい、で、あったかいうちにじゃあいただきましょう、いただきます、うん、うん、いいんじゃない、うん、めちゃめちゃヘルシーですね、これ、うん、ピザソースもいい味、いい味ですね、うん、香ばしい、うん、ね、チーズもおいしい、ナスもうちょっと厚くてもよかったね、ちょっと薄めに、うん、ちょっと薄めに火が通りやすく切っちゃったけど、もうちょっと厚くても大丈夫、ね、ちょっと1個で作って、うん、ちょっと余りましたね、うん、だからもうどれぐらい、もう倍ぐらいの厚さでも良かったかもしれない、うん、そう、うん、生で食べても美味しかったからね、本当ですね、うん、これは、うん、うん、うん、思いのほか美味しい、美味しい、うん、ケンさん発案ですからね、これ、いや、まあ、みんなやってんじゃない、 やる人は聞いたことないですよ、あ、そう、うん、あ、もうちょっとナスが主張してもいいね、そうですね、うん、石田さんちのナスが、そう、石田さんちのナスね、うん、美味しい、チーズはパリパリ香ばしくて野菜がいっぱいで、うん、そうですね、で美味しくて、そうですね、ヘルシーで、あと好きな野菜ね、乗っけてもいいし、本当にこれブロッコリーでも何でもこう、そうですね、うん、でチーズかけてピザソースで、うん、で塗ってあればもうこういう形になりますもんね、はい、ね、はい、うん、今日も大成功、はい、ありがとうございました、ここからはですね、トークコーナーに行きたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、今回テーマがですね、うん、50周年記念の公演に関して、はいはい、テーマにしたいと思うんですけども、はい、もう明治座の公演大成功、そうですね、終わりまして、まあ、はい、久しぶりに暴れん坊をねやらせてもらって、はいはい、暴れん坊っていうとその名古屋では向こうからやると5年ぶりかな、5年ぶりぐらい、うん、久しくちょっと時間が空いてるん で皆さんが飢餓感があったっていうか、うん、
会場の熱気がすごかった。私もちょっとあの見たんですけど、明治座で、うん、明治座では10年ぶりだったんでね。あ、そうなんですか。うん、そんなに空いてたんですか。そう、それは意外でしたね。うん、他のね、いわゆるなんだろう、ああいうサザエさんとか、はい、魔界転生とか、はいはい、ああ、そうか、そう、違う演目を、そうです、それには参加してたけども、やっぱりそのそ暴れん坊っていうその座長でやるのがもう10年ぶり。あ、そうだったんですね。うん、東京はね。はい、で今回あのお芝居の方がその大人計画の細川さんという方が、はい、そうです、演出で、うん、もう笑いが散りばめられてて、そうなんです、本当楽しくて。はい、やっぱり現代のね、その流行ってるものを取り入れたりっていう、はい、うん、最初のそのオープニング、はいはい、白馬に乗って舞台に登場されるっていうのが、あれはもう暴れん坊のイメージ、イメージなんですけど、舞台でそれが再現されてたんで、うんうん、みんなあそこでもうオープニングでもう、まあそうですね、すごかったですよね、うん、みたいな、待ってましたって感じでしょ、待ってましたっていう感じであんなオープニングで盛り上がったの、うん、あんまり見たことなかったです。なかなかないね、うん、だけどそのオープニングからもう一気にこう、うん、流れていくスピード感もあって、そうですね、テンポがやっぱりすごいいい話なんでね、場面展開がね、はい、早いですよね、うん、で、あの、なんていうんですか、ケンさんが助走するとこもあるじゃないですか、うん、ああ、まあね、あれもなんか受け、うん、受けで、うん、まあそれはそう受けを狙ってるのか分かんない、まあ受けを狙ってるんでしょうけどあれもうなんか本当に楽しくて、うんうん、本当にこれはなんか新しいこう、うん、暴れん坊将軍 の、 あの形を見たかなっていう、大変、ね、うん、あの楽しいっていうか笑いの多い暴れん坊将軍でしたね。本当にクスクスクスっていう、うん、こうそうね、うん、それはまあ細川さんのね、細川さんの演出で、うん、本当に面白かったです、はい、でまあショーの方も、うん、もう私が行った時の盛り上がりがそう今はすごくて、ね、うん、今回キャーっていう、うん、あれ、はい、アイドルのコンサートみたいな、うん、そうね、黄色い姫っていうんですか、はいはい、もうサンバ棒が売り切れちゃって、売り切れちゃって、そのぐらい、はあ、そのグッズ売り場の行列も、うん、もう私も並びましたけど、うん、まあまあギリギリになるまで並ん、あの開演みたいな、そう、買えない人がいっぱいいたみたいで、うん、でやっぱりなんだろう、やっぱりあのお客さんがやっぱり若い方が随分増えて、はい、やっぱりその客席の乗り方がやっぱりだいぶ違ったね、違いますか、うん、普通のだから明治座のお客さんと、はい、こうやってやってるお客さんとも う、うん、もうサンバ棒を振りまくって、ね、うん、でもその気持ちはすごく分かって、私も買いましたけど、あ、そう、はい、両手に持ちたいなと思って買って、うん、あれはでも本当に普段そんなや、あのわーって声出したりしないんですけど、うん、そうね、うわーって言ってました、うん、一人で、そう、あ、本当、一人で見てで仲間っていうか、うん、他人なんですけど、隣とか前とか、うん、もうみんな仲間になって、あ、イエーイみたいな感じに、うん、そう、そのぐらいの勢いだったね。だからやってる方もやっぱりすごいこう乗ってくるっていうか、余計に、はい、うん、だからそういうケンさんの公演でそういう感覚になるのっていうのは初めてだったんで、初めてだもんね、はい、うん、まあ、コンサートでは昔あったけどね、サンバコンサートってもうああいう盛り上がりが、はい、うん、普通のやっぱ芝居やって2部のショーであれだけ盛り上がるって、いや、ほ、本当になかなかない、あの、はい、ぜひあの、うん、10月大阪の、そうですね、新歌舞伎座で、はいはい、ありますし、うん、1月が博多座、博多座で、で名古屋の御園座が3来年の3月ありますんで、はい、ぜひちょっとこれは本当にね、なんか見る、うん、見てほしいっていうか楽しい、うん、そうね、理屈向きに皆さん笑顔になって帰ってくれるんで、本当にそうですね、うん、だからやっぱりこう発散、最後のやっぱりサンバで、うん、うわーってなってこう帰るっていう、あ、そう、まあ、そうなってくれると嬉しいですね、うん、はい、だから多分各地そういう感じになるんじゃないですか、うん、なってくれるとありがたい、はい、磯野さんはでも
暴れん坊も久しぶりですもんね。そうですね。だから前やったのは中村光子さんとやって、はい、それ以来、まあ、それとはもうガラッと違う内容なんで、本当に喜劇チックな、いやまあ喜劇チックっていうか、そう笑うところが多いと思うね。喜劇チックですね。喜劇の要素が多い、うん、まあそうですね、エンターテインメント、エンターテイ、本当、え、本当にエンターテインメントだな、うん、これはっていう感じで楽しませていただきます、うん、はい、またあの大阪も行きたいと思って、あ、ぜひぜひ盛り上がりたいと思います、はい、なんか1ヶ月でも公演で大変じゃないですか、体力とかどうなんですか、体力2回公演あるじゃないですか、もちろんもちろん、それで生であれだけ歌って、うん、踊って、はい、芝居もあって、うん、どうやって体力をこう維持されてるっていうか、もう信じられないんですけど、いやいや、もう、まあ、皆さんそうね、おっしゃって体を心配してくれる人が多い、そうそう本当に、うん、でもなんかね、うん、そう最近そんなお酒もね飲まないしね、あ、そうですか、うん、だから食事気をつけて、はい、あと睡眠とあと運動もされてる、軽い、まあウォーキング、そうです、そうです、それで乗り切れるものなんですか、うん、あれをだって1日2回やって連日、うん、1ヶ月、まあ、あの1回公演の時ももちろんありますけど、はい、まあ、特に2回公演多かったんでね、多かったですね、うん、まあ、なんとか乗り越えたって感じ、うん、でもいや、うん、皆さんからやっぱりお客様からやっぱりパワーいただくんでね、できちゃうのかも分からない、やっぱり来ますか、うん、お客席から、もちろん、うーん、そういうものなんですね、うんうん、本当にぜひ皆さんご覧になってください、はい、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、次回のマツケンマルシェをお楽しみに。